皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回もポケモン世界の地方を解説していくぜ。お願いします。ということで今回解説するのはポケモン世界に登場する地方、カロス地方だぜ。フランスがモデルの地方ね。ということで解説していくぜ。カロス地方、ポケットモンスター XY に登場する地方で、モデルは北フランスだぜ。南フランスは舞台化されてないぜ。名前の由来は古典ギリシャ語で美を意味するカロスからだぜ。本作のテーマが美しさであるため命名されたとのことだぜ。ちなみに本編初の外国語由来の名前の地方でもあるぜ。フランスがモデルになってるだけあり、元ネタの特徴がいくつも見られるぜ。メガ進化が起こる地方としても有名よね。この地方ではメガ進化という謎の現象が確認されてるぜ。当時はカロスのみの現象と言われてたが、宝塩、アローラ、関東でも確認されてるぜ。全体的に建物が石やレンガで作られており、デザイン自体は上品な雰囲気の漂うものが多いぜ。グラフィックの変化も相まって、過去シリーズの地方とはかなり異なる印象を持つ人も多いと思うぜ。総じて優雅な雰囲気を醸し出してる地方と言えるな。他の地方にはない優雅さがあるわよね。宝塩とカロスは近いのではないかという説があり、カロスと宝塩を行き来したという人がいるぜ。まあ、現実のフランスから九州は離れてるため、その人はよほど体力がすごかったか、嘘を言ってるかのどちらかが濃厚だな。ガラル地方からカロス地方まで泳ぎ切る者がいるというセリフからガラル地方とカロス地方は近くにあることが伺えるぜ。まあ、これに関してはフランスとイギリスは隣国なのでありえない話ではないぜ。宝塩が九州、ガラルがイギリスがモデルなのよね。関東から見るとだいぶ離れた場所のようで、グリーンはこの地に留学していたらしいぜ。カロス地方は大きく3つのエリアに区切られており、セントラルカロス、コーストカロス、マウンテンカロスの3つだな。セントラルカロスはカロス地方の中心部で、序盤から冒険ができるぜ。コーストカロスはカロス地方の西部にあたる場所で中盤に訪れるぜ。マウンテンカロスはカロス地方の東部にある場所で終盤に訪れることになるぜ。図鑑もそれぞれのエリアで区切られてるのよね。一種地方と対照的に登場ポケモンが非常に多く、456匹もいるぜ。一方で、新規内定ポケモンは72匹と歴代最小で最も少ないぜ。メガ進化を含めると100匹程度になるが、メガ進化ポケモンはあくまでもフォルムチェンジに近い扱いなので新ポケモンに含まれることは少ないぜ。序盤にポッポやディードルがいるがこれは割と珍しく、関東、上都ぐらいだったりするぜ。ポッポやディードルは序盤ポケモンの代名詞みたいな感じなのに、序盤から出てくるのは意外にも現時点だと関東、上都、カロスだけなのね。サンダー、ファイヤー、フリーザーが生息しており、関東地方と近い生態系なのかもしれないぜ。まあ、メタ的に言うとカロスは初代のオマージュが多く、その影響だと思われるぜ。また、純伝説ポケモンが一匹もいない地方でもあるぜ。純伝説が一匹もいないのは現時点でカロスのみだぜ。ガラルも純伝説はいないと思われてたが、DLC にて何体かの純伝説ポケモンが追加されてるぜ。そういえばカロス地方は道路に名前があるのよね。カロス地方は水道が一切存在せず、道路は1から22番道路まであるぜ。また、道路にはそれぞれ名称が付けられており、道路にすべて固有の名前が付けられてる地方は第8世代までだとこのカロス地方のみだぜ。他の地方との交流関係も割とあるらしく、特に宝塩地方と深い関わりを持つぜ。また、上都地方と交流してる描写があったり、グリーンは関東から留学してるぜ。他にも一種地方とも深い関わりがある描写があり、パルファム宮殿ではレシラム、ゼクロム像があるぜ。一種地方とは何かと対照的な点が多いぜ。ポケモンって隣の世代を対照的に作る傾向があるわよね。カロス地方はかつて戦争をしていたぜ。カロス王のポケモンも戦争に駆り出され、犠牲となったぜ。カロス王は悲しみ、命を与える機会を作ったぜ。これにより、死んだフラエッテが蘇ったぜ。だが、カロス王はそれでも怒りが収まらず、機械を最終兵器に変え、カロス地方を滅ぼしてしまい、カロス王は破壊の神となったぜ。そして、最終兵器は多くのポケモンの生体エネルギーを奪っていた事実にフラエッテは気づくことになったぜ。命を与える機械も同様にポケモンの生体エネルギーを使ってたの？おそらくそうだろうぜ。フラエッテはやがて、王の元を去ってしまい、王もどこかに行ってしまったぜ。このカロス王とは劇中で登場するエイゼットのことであり、
3000年以上生きていることになるぜ。だが、制作者によると AZ は不死ではなく、極端に寿命が長くなってしまっただけらしいぜ。このカロス神話はカロスの滅びについて語られてる神話であり、建国について語られてた一種建国神話とは対照的だな。デカ伝説のポケモンのことが一切語られてないわよね。ポケモン世界の神話は大概伝説のポケモンについての伝承が語られてるんだが、このカロス神話は人とポケモンの戦争について語られたのみだぜ。カロス地方には生命を司るゼルネアス、破壊を司るイベルタルという伝説のポケモンが存在し、生態系を監視する役割の第三の伝説のポケモン、ジガルでも存在してるぜ。カロスの伝説のポケモン、ゼルネアス、イベルタル、ジガルデについては一切語られていないぜ。結局戦争が起こった理由もわからなかったしね。ゼルネアスとイベルタルは最終兵器を作る上で何らかの関わりがあった可能性が高いが詳細不明だぜ。ジガルデも関わっていたかもしれないぜ。戦争相手についてだが内戦の可能性が高いぜ。他国との戦争相手の候補として交流が深いとされる一種地方、隣国のガラル地方説があるが詳細不明だぜ。戦争に関する詳細がマイチェンで語られるのかと思いきやマイチェンは発売せず、SM が発売されたので結局わからないぜ。この神話のモデルは何なの？北欧神話だと思われるぜ。カロスは北欧神話要素が非常に多く、AZ のモデルはオーディンだと思われるぜ。カロスの神話は滅びと再生について描かれており、ポケモン世界屈指の超絶シリアスストーリーだぜ。しかもカロス地方そのものが物語開始当時から悪の組織のフレア団に実質掌握されてる状態で、最も美しい地方とされるカロス地方が人間によって最も醜い地方となってしまっており、なかなか皮肉が効いてるぜ。とにかく XY は後味が悪い結末が多いわよね。一応フレア団は事実上壊滅したが、実のところ反乱分子は未だに息を潜めており、何一つ解決してないぜ。このすっきりしない結末がある意味 XY の特徴の一つとなってるぜ。ここまで後味が悪い結末を迎えたポケモン本編のシリーズだと未だにこの XY シリーズのみだぜ。美しさがテーマである XY だが、同時に人間の醜さや戦争の悲惨さも描写されており、二面性が強い地方となってるぜ。北欧神話、生命と破壊がテーマだからシリアスにせざるを得なかったのかもね。ということでここからはカロスの代表的なスポットを解説していくぜ。お願いします。まずはじめに紹介するのはミアレシティだぜ。カロス地方の中心部にあるカロス最大の都市だぜ。パリがモデルだと思われるぜ。ここではカロスの名産品、ミアレガレットがあるぜ。その他にもカロス地方にはポフレというお菓子があるぜ。このミアレシティの特徴はとにかくその広さだな。めちゃくちゃ広い街でポケモンセンターがなんと3つもあるぜ。カメラワークも頻繁に変化し、酔いやすいぜ。カロスといえばこの街よね。プリズムタワーという巨大な塔があり、これはポケモンジムで、ジムリーダーはシトロンだぜ。このプリズムタワーのモデルは間違いなくエッフェル塔だな。プラターヌ博士の研究所があるのもここだぜ。非常に広い街なので迷いやすいぜ。序盤では行ける場所が限られてるぜ。カロスの中心にある街なのでたびたび訪れることになり、シナリオが進むごとに行ける場所が増えていくぜ。しかもこの街、初期の頃はフリーズバグがあったわよね。今は改善されてるけど、次に紹介する場所は石体タウンだぜ。石しかないと住民に宣言されるほど石しかない街だぜ。特徴的な3つの牙のような石はストーリーに大きく関わってるぜ。というのも、この街に最終兵器が封印されてるんだよな。後半で最終兵器が起動したことで街がめちゃくちゃになるも、クリア後ですら全く復興していないぜ。位置的にはカルナックあたりだと思われるぜ。それでいいのか石体タウンの住人よ。次に紹介するのはシャラシティだぜ。シャラジムとマスタータワーがある街だぜ。位置的にはマンサロあたりだぜ。本作からの新装備のローラースケートが何かと活躍する場所でもあるな。ジム戦とマスタータワーのイベントの後にメガリングをもらえるぜ。このマスタータワーはメガ進化と深く関わりがある場所らしいぜ。マスタータワーのモデルは実際にフランスにある修道院、モンサンミッシェルと思われるぜ。この塔螺旋階段だから画面酔いしやすいのよね。次に紹介するのはクノエシティだぜ。位置的にはアミアン、カレイだと思われるぜ。樹齢1500年の大きな木があり、ジムはその根元に建てられているぜ。ジムの内装が和風だぜ。ちなみにジムの雰囲気と和服の女性トレーナーしかいないため、一部で風俗ジムとか言われてたりするぜ。北にはボール工場があるぜ。
ボール工場でフレア弾を撃退した後、社長から金の玉かマスターボールどっちか選べと究極の選択を持ちかけてくるぜ。どっちを選択しても両方くれる親切仕様だけどね。次に紹介する街は百国シティだぜ。位置的にはストラスブールだと思われるぜ。謎の物質でできた日時計と百国ジムがある街だぜ。なぜか BGM が若干物悲しげだぜ。ちなみにこの日時計、メガ進化の鉱石に近い性質があるらしく、メガリングを強化することができ、隠されたメガストーンを見つけることができるぜ。神秘的な街よね。次に紹介する場所は対の洞窟だぜ。位置的にモデルはおそらく、ボージュ・デュ・ノール自然公園だと思われるぜ。本編ストーリー上では訪れる必要がなく、殿堂入り前は最深部への階段が封鎖されて通れないようになっているぜ。初回殿堂入り後に通れるようになり、伝説のポケモンであるジガルデがいる最深部へと進むことができるようになるぜ。だが、シナリオクリア前でも普通に中に入れるため、威厳に欠ける場所になってる感は否めないぜ。ジガルデー。次に紹介する場所は避難していだぜ。位置的にモデルはおそらくリヨンで南フランスで唯一モデルになってるぜ。シナリオクリア後に行ける街で、いわゆるやり込み要素だぜ。本作のバトル施設、バトルハウスがあるのはこの街で個体値を判定してくれる NPC がいるのもこの街だぜ。バトルに必要な要素は大概この街にあるぜ。ミアレシティの電車からこの街に行くことができるぜ。そうね。次に紹介するのはワダツミの穴だぜ。ここにはサンダー、ファイヤー、フリーザーがいるぜ。ただ、遭遇したら逃げ回るぜ。選んだ御三家によって出現するポケモンが変化し、ハリマロンだとフリーザー、ホッコだとサンダー、ケロマツならファイヤーになるぜ。選んだ御三家によって出現ポケモンが変わるのはなんか FRLG みたいね。ちなみにポケモンに乗れる場所がちょいちょいあり、後のライドポケモンの先駆けだと思われるぜ。アサメタウン、トゲトゲ山道ではサイホーンに、ミアレシティではゴーゴートに、メール牧場ではメイクルに、マンムーロードではマンムーに乗れるぜ。ちなみにマンムーロードという公式の名前であり、通称ではないぜ。マンムーロードのインパクトよ。ということでここからはカロス地方の街のモデルを軽く紹介していくぜ。お願いします。アサメタウンはムーラン、メイスイタウンはヌベイル、白檀シティはフォンテーヌブローがモデルだと思われるぜ。古木タウンはブロア、工人タウンはラロシェル、商用シティはサンナゼールがモデルだと思われるぜ。肥沃シティのモデルはルアブル、風女タウンはシャルルビルメジエール、レンリタウンはモルスアイム、英雪シティはブザンソンだと思われるぜ。そうね。他にも白檀の森、ショボンヌ城、パルファム宮殿、バトルシャトー、地つなぎの洞窟、輝きの洞窟、映し見の洞窟、アズールワン、荒れ果てホテル、ポケモンの村などカロスならではの場所が多くあるぜ。これでカロスの解説は終わりかしらね。総括するとカロス地方は最も美しい地方と言えるぜ。独特な雰囲気を醸し出す地方だが、他の地方よりも影が薄い地方と言えるぜ。そうね。ということでこれでカロス地方の解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。